ここで気づいたのが遠く離れているとこういうことが起こりえるんだっていうことをねあのー、思ったんですよだからこれこそやっぱ離れてるからこそのメリットだなってそこで思いましたこれがですねあの「はいこんにちはゆうべです今回ですね二十歳があちこち離れてるのを逆にメリットっていう内容でして今あなたの中で二十歳の話が来たと だけど、ちょっとそこ遠くだったんで、ちょっと借りるかどうか悩んでるだったりとか、でも畑やれないと売り上げになれないし、ね、でも遠くても借りるべきかなって、そういったこと悩んだことはありませんうん、自分もやっぱそういう経験ありまして、結構悩みますよね。畑はね、本当は一回所にやればね、楽なのに、効率的なのにってやっぱ思ったり。 で実際僕がやってる畑結構あちこちありますんで,で今でこそこう15年近く農業やってきたから気づきましたがあの実はですね畑があちこち離れているからこそのメリットっていうそういったものもあるんですね。 でこれに気付いてから結構強気であちこち借りました僕で実際にそのメリットを、ね、あの生かせたそういった経験も持ってますんであの今回の内容を聞いていただくことであちこち畑がねあの離れ離れになっているあのそういった弱みを強みに変えて で、あなたの理想とする農業ができるヒントになればなと思っています。畑がね、なかなか借りれないのに、ようやく来た畑の話が、あの、遠くの畑で迷ってるんだよなっていう、そんなあなただったりとか、あとできれば近くに畑があればいいのになってね、あの、そう言っても、 でね、あのちょっと悩んでるってそういったあなたにとって参考になれば幸いです。話の流れとしては、えー、と畑が離れてるメリットこれ端的にバーってお伝えします。で、えー、次にですね2つ目のチャプターでどこまで離れた畑を借りるかっていうそこを僕の中でちょっと線引きがありますんでそこを紹介したいなと思ってましてで最後にあの3つ目まとめて畑を手に入れるにはこの話の順でやっていきたいなと思います。 それでは早速本題なんですけれども、えー、畑があちこち離れているのは逆にメリット。えー、先にこれに結論をお伝えしますと、これ僕3つあります。それは何かというと、1つ目がリスク分散。で、2つ目、作業をずらせる。3つ目、見方が増える。 見方っていうのはあれですよ、あの物の見方じゃなくて人の見方、見方が増えるですね。一つずつ見ていきます。まず一つ目のリスクを分散。これどういうリスクかっていうと、これもちろんですね、あの自然災害です。自然災害のリスクを分散することができます。具体的にはですね、例えば台風が来たとき、A という地域の畑では雨で割れてしまっても、 あの、果物なんでね、僕の、スモモ農家なんで、雨で割れてしまっても、離れた地域の B っていう、そこの地域の畑は大丈夫だった。被害がなかった。みたいな、そういったことです。で、実際僕、これ、週の2年目で経験してるんですね。あの、どんな経験だったかというと、あの、僕、伊沢っていう、山梨の笛吹市の伊沢っていうね、その地域で、スモモを最初栽培してたんですよ。 で、離れたところ、えー、境川っていう地域、そこでも、えー、相撲をね、当時帰りました。2年目の時に。で、距離にしてどれぐらい離れてるかっていうと、えっ、ー、と、軽トラで大体15分かかるんで、まあまあ遠いですよね。ちょっと離れてますよね。でも、その当時、えっ、ー、と、嫁になる前の嫁が、えっ、ー、と、一緒に農業やるって言ってくれたんですよ。あの、僕と。ってことになって、それ、ある意味で焦ったんですよね。 これなんで焦ったかっていうと、一年目で何とか自分一人でもこう食べていけるね、そういう状況なのに、二人分稼がないといけない。ね、やばい、このままだとやばいぞってなって。そしてね、やっぱ寒い冬にスモモ畑こう選定しながらも、市役所行っては畑の申請、ね、どこか借りたいんですけれどもっていうそういう申請出したりとか、あと周りの農家さんにあのお声掛けして、どこかありませんか畑みたいなね。そういったことを聞いていました。 そんな中ですね、あの、市役所から電話がありまして、菊島さん、あの、相撲畑を貸したいっていう人いますけど、ただですね、ちょっと遠いんですよ。ちょっと遠い場所なんですけれども、それでも話聞いてみますって言われたんで、僕は迷わず行きますって言いました。もうね、あの、稼いでいかないとってことで。で、その地域の、 農業委員さんという方がいらっしゃいましてで、えー、挨拶をしまして自分これこれこういうものですとで畑を案内してもらいましてで無事に畑を借りることができましたものすごいねあのトランジションしましたけどあの結構この過程長いですよ結構あるんですけれども借りることができましたでその年、えー、春先にですねあの暴風があったんですよものすごい強い風が吹きありましてでまあ 木は揺れるし、で、しかも、なんだろう、敵化したばっかり。敵化っていうのは、あの、実を落として、残した実を大きくさせる、あの、作業なんですけれども、敵化して、残した実が、ね、もうこれで収穫も、ね、どんどん大きくなってくれっていう、そういった実がね、こう、木で揺れ揺れるわけで、風で揺れるわけで、もう、傷になっちゃうんじゃないか、落ちちゃうんじゃないかってね、すんごいヒヤヒヤだったんですよね。そういった心配してて、で、翌日、 畑あのいろんなところを見て回ってみたら最初に借りていた伊沢っていう地域伊沢の畑のスモモ畑はですねあの結構ね傷だらけだったんですよこう見ててもうわーっていう感じであの結構どれもこれも傷だらけだなーってこれ絶対収穫する時出荷する時ほぼ B 品ねあの州じゃなくて U とかになっちゃうだろうなーってね思って 結構まあちょっともうその年やりきりちょっとね半減されちゃったんですけれども片やですねその新たに借りた離れたところですねあの車で15分かかる境川っていう畑も同じ状況かなって思って見に行ったんですよそしたら無傷本当に無傷あのここで気づいたのが遠く離れているとこういうことが起こりえるんだっていうことをねあの思ったんですよ だからこれこそやっぱ離れてるからこそのメリットだなってそこで思いましたこれがですねあの傷ではなく実が落ちてしまった場合ねどうなると思いますもうそもそもスタートラインに立てないんですよ出荷することができないとけど遠く離れてるところ違う地域に畑があればあのなんだろう畑があったからね遠く離れたところに畑があったから 出荷できたっていうね。あの、そういったことができるじゃないですか。一箇所だともうその年は出荷できない。だけど、離れたところにあれば出荷できるものがあった。じゃあ出荷できる。ね、お客様に納品できるっていうね。あの、確かにね、あの、経費とかがかかって、あの、結構痛手は負うんですけれども、納品することができるっていうね、そこ結構でかいんですよね。その安心はかなり大きいです。これが、 同じね、伊沢地域、畑隣同士だったらね、2枚の畑ともすべて傷、あの B 品扱いになってたと思います。これが畑が離れてるメリットの一つ目あの、リスクを分散っていう内容でした。えー、続いてですね、えっと、2つ目、作業をずらせる。 これどういうことかっていうと、これはい。今回はここまでにして、続きは明日配信したいと思います。通知が届くようにですね、あのベルマークの通知ボタンをオンにしておいてください。また、ポッドキャスト、音声の方では、えー、今回の内容すべてまとめて聞くことができます。一気に聞いた方が理解が深まるという方は概要欄にリンクがありますので、そちらからぜひどうぞ。それではまた明日お会いしましょう。終わります。